はい、こんにちは、ーダギアトキョーですちょっと何だろうとこれだ声がおかしいかな <laughs> 喉がちょっとおかしいかもしれないですねえっ、ー、とーもう本当に声がおかしいかも <laughs> えっとーそうですね発表がまあ待たれてるというか9月発表がまあ待ち遠しいというかにされてるエクスペリア2ですけども まああのだいぶ前に、えー、とアクセサリーですねかあのケースかエクスペリア2のケース、えー、そのまあ画像が出てきたっていうところで、えー、動画にしました。でその時には そうですねあのほぼほぼこうリークされていたエクスペリア2の通りというかまあそれが証明される形になったねっていう感じで、まあ、お話をしてたわけですそのカメラ位置だったりとかまあそういう,こういろんなところを含めてね。 その筐体の、まあ、リーク情報通りだねっていう話をしてたわけですけどもまあそのそこでまあこれまた決定的になったのが、えー、今回はその FCC を通過していたというところで、えー、とイヤホンジャック、えー、3 5ミ、mm、リのイヤホンジャックの、えー、穴の搭載っていうことがもうほぼ確実にないと。えー あのもうこれ100%ないと言っても俺はいいと思うんですけども FCC の通過というところでイヤホンジャックの搭載がないというところが分かってきたのでえそのご報告ということになります。えっ、ー、と EC270 っていうエクスペリアの中にアクセサリーが搭載されていることがここで判明したんですけどその EC270 っていうのがまあそもそもでそのタイプ C ですね USB Type-C を充電とそしてあのオーディオケーブルその両方で兼用できるようにするというアクセサリーになっていてまあそれが搭載されてるってことで、えー、3.5mm のイヤホンジャック穴っていうのはないだろうというふうになりましたでまあ、えー、ちょっと前に、えー、通過してた エクスペリア10の後継機となる20に関して言うと、えー、しっかりとイヤホンジャックが搭載されているような形になっています。まあこの違いを見てもらえばわかると思うんですけども、えー、確実にこれでエクスペリア2のイヤホンジャックはな復活か復活ということはないと。 いうところになりました、まあ某メディアンさんの方でですねまあ俺がちょっと前に、えー、掲載していたケースの写真をケース画像をまあ用いてですけども、えー、まあこれイヤホンジャック穴が復活かみたいなことを言って完全にそれはマイク穴です <laughs>、あのー、ケース画像の まあ下の方にある穴まあ、これももちろんマイクなんですけど上部の方にもマイクはそれぞれあってですねまあ、穴の大きさもほぼ同じぐらいですしまあちょっとこうなんだろうな若干釣りっぽいことしたのかなっていうふうには俺は思ってるんですけどねなんか釣りじゃないんだったら最近ちょっとミスが多いですねあの某メディアさんはねっていうふうには思いますけど。 ツイッターでもちょいちょい指摘させていただきましたけど <laughs> はいあのなんか素直に訂正されたりとかしてるのでまあそこら辺はあのブログメディアのいいところですね動画なんかは別にほら、えー、公開した後ってその動画自体をまた直すっていうのはほぼ無理ですから何かこう差し込んだりとかうんあの一応テロップぐらいは入れられるんですけど YouTube の機能を使ってあとはまあ,あのその箇所だけを切り取るってことはできたりするんですけど もう何かをそこにねじ込むっていうことがね、あのー、これ間違いでしたみたいな感じでねじ込むっていうのはできないそこら辺はねブログメディアのいいところですよね。うん、まあ、いうと,いんというところでイヤホンジャッナーがとというこれでもう、まあ、ほぼほぼ、まあえーまあ、有名メーカーの、えー、フラッグシップ で言うとイヤホンジャック穴を搭載しない、えー、スマートフォンがまあいろいろあってそうですねむしろ穴がある方が珍しくなったかなっていう感じがしますね galaxy note 10でもイヤホンジャック穴はなくなったりしますし、うん、で、まあ 未だにそのイヤホンジャックアナを搭載するしていることの方を、えー、よしとするというか、えー、それを望む声というのがあるのは分かりますけど個人的にはですよ個人的にはもうフラッグシップに関してはイヤホン,イヤホンジャックアナはあの人押さえでいいというふうに思う俺は思ってます、うん、もうそうすべきだとえっ、ー、とまあ部品の削減 えそして故障率の低減えまたは、えー、それによっての容積の拡張ですねその分のパーツがいらなくな,なるわけですからその分での容積の拡張そういうところからもやっぱりあらゆる点で利点の方があるかなっていうふうに個人的には、えー、思ってるところですしまあ、えー、USB タイプ C のところで変換アダプターを使えば音楽は別に有線でも聞こえると。 いう風になってるんでそれでいいんじゃないのっていう風に個人的には思ってるところですちょっと前まではイヤホンジャック穴を搭載していることで、えー、充電しながらは、まあ、ゲームで音楽聞いたりとか映画をっ音楽聞いたりできるよねみたいなのをまぁ、あ、ちょっと無理くり俺も思いながらあの話をしてましたけど もういいんじゃねえのっていうふうに俺は思ってるところですね。で、そもそもで充電しながらゲームができたりとか映画が見れたりっていう環境の中で、なんでそれでイヤホンでやイヤホンで音楽を楽しむ必要があるのかって有線のイヤホンで音楽を楽しむ必要があるのかっていうふうにも考えてしまいます。もうそのあの環境であるんだったらどうせだったらあの本体からの 本体のスピーカーカを使う、うんもしくはそういうのってもうだってとどまってる時でしょほぼほぼともうほぼこう移動中じゃないじゃない、うん、だから何かしらの他のスピーカーを使うとかでもいいし、うん、なわざわざ充電して充電してゲームができる環境要はそういうこう要は自由な環境なのに。 <laughs> イヤホンからそれで音を取るっていうのはどういうことなのかなっていうのはちょっと思ったりはしますね。うんあんまり俺はそこの気持ちがわからないですそ、うん、そもそもで,、うん、で逆に例えばそれでうんなんかよりこの、えー、ゲームへの没入感。 そういうところでイヤホンで楽しみたいっていうのがあるのであればいやまあその例えば音楽芸音,音ゲーか、ね、音ゲーなんか教えてやっぱイヤホンで聞いた方が他の周りの音も聞こえずにそこで集中できるんだと、ね、いうような話もあるかもしれないですけどだったらもっとなんかそもそもでゲームでタッチパネルの反応速度が速いとかそういうところも重視したそもそもスマートフォンを用意してるんだったらまだわかる。うん そこをそれぐらいなんか突き詰めていていやもうその音ゲーとか俺は真剣にやっていてそれに対してイヤホンが本当に必要なんだっていう場合ねそれはわかるけど別に XP はそういうものじゃねえしっていうふうに思ったりしてるんでまあ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 ,あの反論もあるかとは思いますけどねもうイヤホンジャックはいらないでしょっていうふうに思います。で えー、まあソニーとしてもワイヤレスイヤホンはやっぱ売ってってるわけでまあそこと本当だったら何て言うんですかねやっぱり、えー、抱き合わせで買えるようなパッケージとか海外を習って日本でもそういうものをやっていくべきなんじゃないかなっていうふうには思ってますしあのー、ねサムスンなんかはあのー、ワイヤレスイヤホンを、まあ、最新機と抱き合わせ、まあ、抱き合わせっていうか まあ、買ったらついてきますみたいなことをやったりするわけじゃないですかもう大々的にだそれぐらいのことをまあソニーなんかもやるともっとこうイメージが変わってくるのかなっていうふうには思ったりしますねうんまあまあ何はともあれエクスペリア2でのイヤホンジャックアナー非搭載っていうふうになってくるとそれ一つでまあ残念がある方もいるかと思いますけど俺個人的にはそれは良きことかなっていうふうには思ってると。 いうところでまあ9月の発表イ f a ァ d の発表、えー、楽しみにね待ちたいなというところですかねまあその他にもエクスペリア20でもありますしまああとは えー、折り曲げるねディスプレイを搭載したエクスペリアの存在は、まあ、またまた 5G モデルっていうところもいろいろとこう、まあ、情報が錯綜してる部分ももちろんありながらなんですけどもそこをひっくるめてやっぱりその EFA まであの楽しんでいければなっていうふうに思ってますねまあどれが当たるか外れるかっていうところももちろんあるんですけど、まあ、当たりの情報ばっかだとつまんないじゃん。ななんか夢も描けないし こういうことがあるかもね楽しみだねっていうふうにしてる方が俺はなんか平和でいいかなっていうふうに思ってたりするので、うん、まあなんか同じような気持ちで楽しんでくれる方がいればいいかなっていうふうに思いますね何にしてもまあちょっとこうエクスペリア1がまあ出だしこそ好調でしたけどももちろんそれ1個ではあのソニーモバイルの立て直しなんていうのは絶対できることでもなくまあ今では まあ販売ランキングもそうですけどももう低迷しちゃってるわけですよね。まあここでのだからエクスペリア2でまあしっかりとまたもう一つ、えー、いいスタートをね切れるようにちょっと頑張ってもらいたいなっていうふうに思ったりします。えー、これがこうエクスペリア2もしっかりとそのエクスペリア1のこの最初の勢いっていうところをまあそれと同じようなところを持っていきつつまあ あのよりエクスペリア1の時よりもいい完成度で出てくることで一つまたその先のね来年以降のエクスペリアっていうところへの期待もメディア含めてね高まるわけですからちょっとねあのしっかりやってもらいたいなっていうふうに思ったりしますしまあその反面で日本版でのまあ、えー、劣化劣化そうですね 劣化モデルにしてしまうっていうところをいやもうなくしていただきたいなというところあの日本のキャリアに対してそれを本当お願いしますよっていうふうに思いますしまあどこもや KDDI がやってしまうのはまあ仕方ないかもしれないなっていうふうに思いつつもえっ、ー、とまあ あるる程度海外ののモデルをそのまま出してくるまあロゴも含めてそのまま出してくるえソフトバンクまあそういう実績があるソフトバンクだったりまあ,あとはちょっとその革新的なところを期待してしまう楽天っていうところにはねあの大手キャリアがそんなことをするその横でほぼほぼ海外モデルと同等というものをね あのその2社にはちょっと期待したいというかやってくんないかなっていうちょっと思いもあったりはしながら、はい、あの9月のイファでの発表そしてそれ以降での、えー、日本キャリアでの発表というところをね待ち、えー、たいなというふうには思います。はい、まあ,あの 言うてもこの9月またはそれ以降っていうところまでもうえ実際のそのグローバルモデルのさらなる情報だったりとかえ日本版はどうなるのかっていうところも含めてポロポロまたいろいろ出てくるわけですからまあよりなんていうかそういうリーク情報は加速していくと思いますしあの情報のアップデートはね常にやっていこうと思います。ということでまた見てなバイバイ